粘度があります。で水を加えていくと、最初は硬かったものが徐々に柔らかくなってべちょべちょになっていくと、そんな状態変化のことをコンシステンシーと言います。まあ、当たり前の話がになんかこんなかっこいい名前がついているとそういうふうに思ってください。で、粒度で説明しましたが、土と一言で言っても、粘土とシルトと砂と液がありますと。で今から話すのはここのことです。粘土とシルト、流形の小さいところの話、ここは今回ちょっと関係ないですということをまず、ご調子おきください。で、コンシステンシー、乾燥した粘土がありますと。で、乾燥した粘土は固体の状態です。で、よくまあキャンデーというような比喩の表現、比喩表現を使われます。これにどんどん右に行くほど含水比が増えるということで表現していきたいんですが、水を加えると徐々に柔らかくなって、まあ、半固体という、性質になります。これをチーズというふうに言います。で、さらに水を加えると、組成体というものになります。まあ、バターというふうな表現を使います。で最後は液体、水入れすぎてベチベチになっちゃったスープ状になったという言い方をします。で、この境界のところに実は名前がついていて、半固体と固体の間を、収縮限界、収縮限界と言います。半固体と組成の間を組成限界と言います。で液体と組成体の間を液性限界と、液性限界というふうに言います。英語で書くとこれが収縮はシュリンク、組成は実はこれプラスチックと言いまして、液性がリキッド。いつも通り頭文字を取って収縮限界の時に対応する含水比を WS、組成限界の時を WP、 液性限界を WL と、こんな風に、含水比の添い字が決まってます。でこちらこのなんちゃら限界全部合わせてコンシステンシー限界という言い方をします。またの名をアッターベルグ限界と言います。コンシステンシーに関してもう一つ知っておきたいのが IP と言われる組成指数という、インデックスです。これは WL から WP を引いたものです。で、これが分かるとその粘土の状態が結構分かることがあって、例えば WP が値が大きいですよという場合は粘土の中の、まあ、2マイクロミリ以下で非常に小さな粒々の割合 も、まあ、多いと、こんな相関関係があるとのことです。それでコンシステンシー、こんな名前がついてますが、言ってることは粘土は水を入れたらどんどん柔らかくなりますよと、そういう話です。相対密度、英語で書くとレラティブデンシティで、頭文字を取ってひっくり返してよく DR というふうに言います。でこれは何か、その名の通り密度を表すもので、まあ、土が緩いのかそれとも密なのかということを示す指標になります。でちょっと待ってよと、緩密を示すのには間隙比という E というものがあったじゃないかと、
これ間隙隙間の日なんで、これは大きいとこれはスカスカ、まあ、緩い、これが小さいとこれは密です。なんですが、ちょっとこれだけだと実は、表現できないことがあります。でそんな話が今回の相対密度です。どういうことか、例えば間隙比 0.8 の土があります。この土は緩いでしょうか密でしょうかと言われた場合に、実は答えはわからないということになります。でなぜか、まあ、土に、ある一つの土に対しても間隙がある、ゆるゆるの状態と密の状態があって、まあ、それを測る試験が最大最小密度試験というのがありまして、試験、これによって得られた Emax というのが、間隙が一番大きいもの、これが緩い状態ですね、一番緩い状態、 Eminimum というのが一番密な状態ですが、こちらを使って説明します。ある A の土では、Eminimum が 0.7 でした。 Emax は1.2 でした。 B の土では Eminimum が 0.5、 Emax が 0.9 だという場合に、 A でいうところの間隙比 0.8 というのは、まあ、どちらかというとこっちに近いので、これ密度はですね、まあまあ密な土になってしまいます。でも逆に B の土でいうところの間隙比 0.8 というのはどちらかというと 0.9 に近いので緩い土になってしまいます。というので一言で間隙比 0.8 と言われても土によって違うんだっていう、そういうことが起こってしまいます。じゃあまた新たな指標を作らないといけないと、いっぱい増えて大変なんですが、これが DR 相対密度というものでこんな式になります。このマックスとかミニがついているのが別途室内試験、先の最大最小密度試験で得られた結果で、この E が今一番知りたい目の前にある土のことです。これを使って、計算してみましょう。 A の土の場合は DR は、1.2×0.7 の 1.2×0.8 で 0.5 分の 0.4 なので 0.8 パーセンテージ予備するので 80% です。 B の土だと0.9×0.5 分の 0.9×0.8 なので 0.4 分の 0.1 で 25% になります。同じ間隙比でも DR で表現すると全然違った値が得られるとで、いうことになります。 N 値というのは何でしょうか。土の硬さを表す、指標です。でこれはちょっとこれまでと違って、実務お仕事の現場では非常によく使います。一方、学校とか、研究分野では、あまり使わない、そんな、数値です。なぜか、非常に便利なんだけどもちょっと不正確なところもあるという意味で、便利だから現場ではよく使って、でも研究する上ではちょっと精度が弱いなっていう、そんな性質を持ったのが N 値です。N 値とは何か、土をへこますのに地面を何回叩いたらへこみますか、その回数が N 値です。なんとざっくりとしたことでしょう。具体的に言いますと、この土の工事をする前に標準貫入試験というのを行って土のサンプルを取るのですが、その時に得られるのが N 値も得られます。で、こういう筒があってでこうロッドがついていて、で、重りが
上にあって、それが 63.5cm、 高さが 75cm で、この重りをカーンと落とすと、この筒、これ中空洞です。ズボズボっと入っていきます。で、また重りを上げてカーンと落とすと、またズボズボって入っていく。これが30センチ入るのために重りを落とす回数です。それが命になります。はい、で、命、まあすごいざっくりとした値だなという印象を持ったと思いますが、非常に便利です。命が分かればいろんなことが分かります。例えば、地面があって杭をこう打ってやろうというときに、地面から支持力といいますが、この支える力が生じます。これはだいたい Q イコール命に300かけてやればいいんだ、そんな式があります。ここはいろいろありますが、命が分かればすぐ出るよというものです。他にも後にやりますが、土の強度定数と呼ばれるファイというのも N 値が分かれば換算できるよという、そんな式もあります。で、他にも N 値が20以上であれば液状化、まあ必ずとは言いませんがしないというふうな、まあ、判断のする、基準にもなります。というので、ちょっとざっくりとした値ですが、これが1個分かればいろんなことに展開できるという非常に便利な値、それが命なんだなというふうに言ってください。では以上です。